嫌うもの、自由市場、自由意志、そして自由な人です。ドクター・サイモンは今日私を出してくれるって言ったわ。ダイヤの信念の襲撃以来一度も会いに来てくれてない。でもドクター・サイモンは優しいのよ。彼は私にかさぶたが取れたらきちんと直すって言ってくれたの。他の誰よりも私を可愛くしてくれるはずだったわ。何より私に興味を持ってくれてる。マリューサーカスにようこそ。
アダムは新たな問題を専門家に提示している。手段そのものが向上すれば基準値が向上するのは当然のことだ。かつては簡単な除去手術をしたり、サーカスで見せ物にされていたものを外出できる姿にする技術で満足していた。しかしそれは基準値そのものが低い時代だったからだ。アダムがあれば人間の肉体などまるで粘土のようになる。彫刻家のように掘って掘って納得のいくまで加工しない手はないだろう。あれがヒレ肉ですって？役立たず、クズ！気になっているのだが、一部の市民がベンチングマシーンのハッキング方法を発見したようだ。自由企業体制は我々の社会を確立するための基盤だ。私はそのことをラプチャー市民一人一人に思い出させる必要があるだろう。低地区には叱るべき罰を与えねばなるまい。寄生虫どもは医者に無償で治療をせがみ、農家の連中も彼らに食料を施すのがさも殺すのがさも殺すのがさも当然だと思っている。奴らは戦死者と同じだ。町を徘徊し、グロテスクな娯楽のために獲物を欲し続けるような戦死者とな。え、私にさ、私は美しい。これ以上私を素晴らしくする方法はあるのか。アダムとメスを手に、私はさらなる美しさを求め姿を変え続けてきた。しかしさらなる高みがないと言えるだろうか。私を失望させるものが私自身の腕前ではなく想像力だとしたら。
ダーリン、敵を燃やしてやりましょう。炎は広がるのでご用心を。冷たいということを。あんたがパイプを温めてくれなければパイプは凍る。パイプが凍れば破裂しちまう。そうなるとラムちゃんの水漏れが起きる。正直言ってあんたがトイレに行こうが釣りに行こうがこちらは全く構わない。だけど一旦ラムちゃんの水漏れが始まれば止めようがないんだ。必ずライアンには伝えるよ。礼を言うべき相手はあんただってことを。
実験ロット44。私はスーチョン。クライアントはフォンテン未来技術者。対象は白人男性のローランド・ワレス。ワレス君、聞こえるか？はい、スーチョン博士、よく聞こえます。よろしい。では今から臨床実験を行う。ロット44にはエンレイジというコードネームをつけた。それにはある傾向が見られる。彼を押さえつけろ。ナース
私はスー長、クライアントはフォンテイン未来技術者、テレキネシスプラスミドに関する実験。まず物体の空間移動は問題なし、銃弾を止めることまではできないが、速い速度で動く物体をキャッチして投げることはできた。問題はプラスミドではなく反応時間にあるようだ。ここで新しいアイデアを思いついた。Honey, the moon will love you. 敵に投げつけましょう。グレネードもキャッチして持ち主に返却を。 You know, the best things in life and the stars, they will love you.身の程を知れば行け。
ーク。物体の空間移動は問題なし。銃弾を止めることまではできないが、速い速度で動く物体をキャッチして投げることはできた。問題はプラスミドではなく反応時間にあるようだ。ここで新しいアイデアを思いついた。醜い！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 ひどい！
実に素晴らしいですね、ドクター・スタインマン。ドクター、こうして見てみると彼女の顔がたるんでいるのに気づいてなかったな。メス、何ですか。メスだ。あ、彼女はシワ取りの予約はされてませんよ。いいからここに来て。ドクター、やめてください。ドクター、やめてください。外科チーフを呼んできて。外科チーフをすぐに。傷つけさせないわ。大丈夫だ、もう子供なんてもんじゃないさ。テネンバウム博士が世話したからな。お願いだから乱暴しないで。慈悲の心はないの。これは驚いたね。最初に彼女たちを化け物に変えた本人からそのような説教をされるとは。君が彼女たちを化け物に変えたんだろ。いいか聞くんだ、君は奴らが持っているアダムなしでは生きられない。あのテネンバウムの作り上げた小さな化け物のために自分や私の妻とこの命を犠牲にしようとでも思うか。これを。他にも手はあるわ。これを使えば苦しみから解放される。損はさせないようにするわ。絶対
報いは時間とともにゆっくりと見えてくるものだ。辛抱して。お昼寝の時間、優しい天使。テネンバウンは君を騙しているんだ。あいつらは小さな女の子に見えるだろう。でも見た目に騙されてはダメだ。君が生き残りたいのなら、残りたいのなら、アダムを手に入れろ。大将オープンチェーン
セキュリティ警報解除。ご協力感謝します。どうやったかは知らないがよくやったな。これからポートネプチューンまで来てくれ。君と会えるのを楽しみにしているよ。